実際今右の拳の方はどの程度回復してるんですか？練習はどのぐらいの練習だったんですか？после боя планирую сделать операцию. Случай наставил для нас. やはりトレーニングにはかなり影響ありました。右手で完全な力、全力では受けません。で試合の後に手術をする予定でいます。右手の怪我というのは試合にどのぐらい影響が出そうですか？全然使えないとか、それでは大丈夫ですか？そうです、使いですか？数で考えちゃうな、福岡、とりあえずはショートラブの中に続けるあれ、もうちょっと多分受けます。Скажем, мы так, на тренировках, в боксерских перчатках я сейчас чувствовал боль. Но надеюсь, что в бою будет это не так. В бою чувство притупляется, надеюсь, она меня не будет беспокоить. Я хали тренинг 中, глобу をつけていたんですけれども、それでもやはり痛みは多少感じていたんですね。試合では、あまり影響がないように、乗っております。本番では痛み止め打つ可能性あるんですか？ミルコ戦に向けてどんな特別なトレーニングされましたか？Я ездил в горы, Эльбрус, тренировался там, провел 3 недели сборов на Эльбрусе, специально к этому бою, и 2,5 недели был в Голландии, тренировался у Югана Восса и Люсьена Карпина, специально по технике. 3週間ほど山岳地帯の方でトレーニングを積みました。それから 2.5 週間オランダの方のヨハン・ボスとあとルシアン・カルビンのところでミルコ戦を想定したトレーニングを積んでいました。そのオランダでの練習中にボスト選手と練習をしたということなんですけども、ボスト選手はミルコ選手と同じ選手です。ミルコ対策でやったりとか、そういったアドバイスやったことは受けたりしたんでしょうか？К сожалению, я не тренировался с Эрнестом Костом, он был травмирован, у него была травма ноги. Но советы он не давал. Тренировался, я не アーネスト・ホープ選手と怪我をしていたので一緒にトレーニングをすることはできなかったんですけれども、いくつかのアドバイスはいただきました。代わりに黒人の選手のジェロブちょっと名字を忘れてしまったんですが、ジェルベニッチ選手とトレーニングしました。すみません、山岳地帯のトレーニングというのはどういうトレーニングなんですか？Ну, это
это были больше тренировки на выносливость и на силу? 主にスタミナ強化のためのトレーニングしていました。酸素が薄いんですか？頭は覚えたことです。そうです。設定されてて、あのチャンピオンであの挑戦者のミルさんの席もあるんですけど、実際隣に、まあ、どういう事情があったか知らないけど、挙手していただけないんですけど、締めついたらどう思いますか？今日は、私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 は、プレゼンのミルと、アクチェインのミルと、これは、現在が、アプロとか、ピチョスケです。いい気分です。あなたにとってミルコという選手はどういう対象なんでしょうか？Скажите, пожалуйста, для вас Америку кто играл, кто играет, какой Америка? Претендент на звание чемпиона, который хочет тяжелом весе, который хочет забрать у меня пояс. Но хэви-кьюの тайтлу 違っている挑戦者。違って挑戦者という以上の意味はない。最強だとかそういう気持ちは全くない。ну да, он один из сильнейших бойцов мира. Я считаю, он один из самых сильных бойцов мира.世界でも非常にレベルの高い強い選手だと思っています。今回の試合どういう形で終わらせることが一番理想でしょうか？例えばパウンドであったりとかインボールであったりとかいろんな形があったと思うんですけど、あなたにとっての一番理想的な終わらせ方というのはどういうことでしょうか？私はラフのプリオンカネシナダビバーニーのバルテリーダムチェフカスタカクリカチェスタコンチェフカコイカケムYa не знаю, как закончить. Я действительно владею разной техникой, на что попадется. То есть, если попадется мир, то я даже не знаю. Я думаю, любая победа будет красивой. С любым приемом.どんな形で終わらせたいかということはちょっとわからないんですけれども、確かに私いろんな技を持っていますので、そのうちの何かがミルコに効くと思いますので、それを使って勝ちたいと思います。まあ、非常に綺麗な試合になると思います。質問はよろしいですか？そろそろ。ミルコ選手のハイキックという、技がありますが、あれの対策とは万全とっても。Да, я тренировался специально для этого в Голландии. Насколько готов и трудно во время боя? Мирко 選手のキックに対応するためにオランダでトレーニングしてきました。どの程度準備ができているかは試合で見てください。よろしいですか？ミルコは、チャンピオンベルトは自分の人生総合ダブルになっているんですが、ヒョードル選手にとってチャンピオンベルトというのはどういうことですか？ミルコは、やっぱり、その、いいですね。やばい、少しといるか、いいか、いいか、いいか。
私はそういう意識はないんですけれども、あえて言うならば、まあ、ロシア人を代表とした世界でも強い、まあ、ベルトの保持者という意識です。ベースやと思います。ポエスやと思うと、ベルトにします。ベルトは人生とは程遠いと思います。じゃあミルコ選手に何か一言伝えたい、言っておきたいようなことがあれば。綺麗な試合をファンを長く待たせていたファンのために綺麗な満足するような試合を見せましょう。幸運を祈っています。よろしいでしょうか。以上で終了させていただきます。ありがとうございます。そうだ。